品川省営小学校は東京都品川区西大院一丁目にある私立小学校男女共学2020年度に小野学園小学校から開消した現在はに運行している人間にとって最も成長期にあたる小学校時代には人間教育が大事であるとの観点に立ち創立以来地域、特育、体育の3つのバランスを取った 教育方針を貫いてきました。机上の学習では体験できない、精神力をつけることや人との関わりながら学ぶ、生活力を林間学校、林海学校や行事、奉仕活動を通して学び、協力、協調、責任、奉仕の精神など、人として大切な心を身につけさせています。また、心ら梅つりは幼稚園、小学校、女子中学、 高等学校と全学園で取り組み、小学校の児童たちも中学生、高校生と一緒になって飾り付けなどを手伝っています。そのことが自主性や実践力を養う上で重要な役割を果たしています。また、運動会のプログラムに欠かせない男子、組み立て体操と女子、ダンスは3年生以上の児童が全員参加します。9月の2週間で作り上げるには、 集中力はもちろん上級生と下級生の心が一つになることも必要です。このように全ての機会を捉えて児童の協調性、自主性を高めるように努めバランスの取れた教育を実践しています。ありがとうございます。